ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告をいたします。昨日までに塩田博明さんおよび吉井明さんが委員を辞任され、その補欠として西田誠さんおよび牧野孝雄さんが選任されました。これより請願の審査を行います。第1347号、国民に不利益となる行政処分は訴求できないことにすることに関する請願を議題といたします。本委員会に付託されております請願は、お手元に配布の付託請願一覧のとおりでございます。本請願につきましては、理事会において協議の結果保留とすることになりました。以上のとおり決定することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって採用を決定いたしました。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。はい。